私はあなたの妻となります。そのために私は400年の長き時を生きてきました。すぐに保護と施設への入居手続きを行ってください。僕は他人の人生に踏み込むほど人間できてないんでね。あなたの心の中は誰よりも人を求める気持ちが強い。小森には古い伝説があってね。それがあの歌の。資産があることが分かったからじゃないんですか。それまで誰も彼女のことなんか知らなかった。400年、僕を待ってくれていたように、これからの400年だって答えは変わりません。ありがとう、あなた。ストーリー。